どうも、しげしげです。本日は1月31日月曜日12時からゴッドフェスが開催されるお知らせが出たんですけど、その中に騎士王アルトリウスっていう新キャラですね、こちらも発表されたので見ていきたいと思います。まず魔法石10個スーパーゴッドフェスですが、ラインナップいいんじゃないかなと思います。ブラックバードもいるし、シーウルフもいるし、ノーチラスもサフィーラも、あと最近パワーアップきたグランディスとかね、あと王シリーズって呼ばれるね、アルトリウスがそうなんですけど、アルバート、ユリシャ、ミアーダとか、あ、サフィーラも光の王なのか。はい、そんな感じのラインナップになっております。そしてアルトリウスの性能を見ていきましょう。星7のキャラクターで、バランスドラゴンタイプで、種属性が火、副属性が光、これ変身後も同じですね。で、22ターン変身で、変身時には5ターンの間サブの攻撃力2倍で、覚醒スキルがバインド耐性、封印あってスキブが3つ。変身前からね、しっかりバインド耐性だったりスキブだったり封印耐性もあるので、そこは素晴らしいと思います。で、リーダースキル注目してほしいんですけど、新しいリーダースキル持ってますね。チームの総レアリティが32以下の場合、 HP が2倍の攻撃力18倍で、まあ火を6個以上つなげて消すとダメージを軽減ってことで、まあレアリティを気にしながら卑劣に寄せてあげると強いんじゃないかなという感じのリーダースキルです。変身後がこちらで、バインド耐性あって封印耐性あって指が1秒分あって、超コンボ強化2つからの無効貫通からの卑劣が3つ。まあ使い方というかはノーチラスにちょっと似てくるのかなと思うんですけど、基本的には列でまあ10コンボを目指しながら無効貫もできてみたいな、そんな感じですね。で、スキルは2ターンでチーム内の卑劣強化の覚醒数に応じて攻撃力上昇で、闇を火に、水を回復にということで、まあ攻撃色はもちろん回復も作れるので、まあそのあたりもノーチラスと似てるかなと思います。ただリーダースキルですが、固定追撃がないので、まあ、そことの組み合わせになってくるかなと思います。で、火を6個以上つなげて消すとダメージを 55% 軽減の4コンボ加算で、チーム内の総レアリティが32以下の場合、 HP が2倍の攻撃力20倍なので、まあ、2倍半減以上の耐久力は持ってるんじゃないかなと思います。ただ回復倍率とかはないので、まあ、チーム内の回復強化とかも活かしてあげないと、まあ、その辺も本当にノーチラスと似てるかなと思うんですけども、普通に強そうなキャラですね。で、まあこのキャラがラインナップするスーパーゴッドフェスが、先ほど紹介した1月31日月曜日の12時からのゴッドフェスなんですけど、なんとこちらですね、2月1日からは魔法石100個プラス王シリーズ交換メダルを販売ということで、まあ、8000円なんですけど、購入すると魔法石100個とモンスター交換所で対象の王シリーズのモンスターいずれか1体と交換することができるメダルが手に入るぞということで、まあ、ミアーダとかアルバートとかサフィーラとかユリシャとか持ってる方はこれ買ってアルトリウスを1体交換すればゴッドフェスはそんなに引かなくていいんじゃないかなというね、とてもまあ課金してる方にとってはありがたいイベントというか、まあ、僕はこれを買って済まそうかなと思っております。で、ついでなんですけど、2月の、クエストも発表されておりまして、今回もまあ似たような感じでいろんな報酬がありますね。まあ、チャレ級とかのね、ダメージ上限解放だったり、まあもちろんね、すべてのフロアクリアしてイベントメダルとかはね、ぜひ獲得しておいてほしいんですけれども、はい、こんな感じになっております。ということで本日は以上です。コメント欄でぜひアルトリウスの感想など教えてください。さよなら。